コードルはアイルランド料理で食べ残した肉を使ったことから特に定まったレシピはない。それでも食材は大まかに決まっており、厚めに切ったソーセージ類やベーコンに小粒のジャガイモ、刻んだ玉ねぎ、塩と胡椒とハーブを使う。伝統的なレシピでは大麦を加える。コードルはとりわけダブリンの郷土食として語られることが多い。小説家の中でも ショーン・オ・ケイシーとジョナサンス・スウィーフとの好物だったことが知られ、またジェームズ・ジョイスの著作のようにダブリンに関する記述にコードルの名前を見つけることがある。この料理はベーコンとソーセージの切れ端を煮て取ったスープストックで蒸し煮にする。深鍋にぴたりと合う蓋が必要で、食材がスープストックに浸り切らなくても蒸すことで加熱をするためである。味は 塩コショウで整えると、好みでパセリを加える。アイルランドのお袋の味であり、また高価な食材も使わず手間を省けて、調理時間も短い。一年のうち冬に喜ばれる。また、カトリック神徒は、金曜日に肉食を避けていることから、その前夜の木曜日の夕食に供されたといい、残り物の,のソーセージやベーコンの切れ端を使い切っていた。 コードルという名前の語源はフランス語のコードルに遡り、ゆっくり煮る、沸かす、煮込むという意味である。それが、動詞、カダルに変化して、食材を弱火でことこと煮込むという意味を引き継いで、名詞型が発生した。ありがとうございます。